甘利春一は日本の工学者、神経科学者。君等は文化勲章。学位は工学博士。東京大学名誉教授、国立研究開発法人理科学研究所栄誉、研究員文化功労者。東京府出身の数理工学者、神経科学者。数理神経科学を専攻し、学習理論、自己組織化理論、連想記憶。 東欧系神経力学、神経上理論などを研究し、推理能科学の基礎を確立した。また、微分幾何学の観点から情報学、情報理論の研究に取り組み、情報幾何学の創始者として知られている。九州大学、東京大学、理科学研究所に勤務した。東京府ヒモニア生まれ。父は、海軍の研究員であった。幼少期には、 山梨や栃木への疎開を経験した。日本学園中学校、東京都立と山高校を経て、1958年に、東京大学工学部応用物理学科卒業。1963年工学博士。九州大学工学部助教授、マサチューセッツ大学客員研究員、東京大学工学部係数工学科教授、独立行政法人理科学研究所のお科学。 総合研究センターセンター長、理科学研究所の脳科学、総合研究センター特別顧問、公立函館未来大学の客員教授などを歴任、東京大学の名誉教授でもある。2012年に文化功労者、2019年に文化勲章受章。あまり俊一は連続体力学、情報理論、ニューラルネットワークなどを研究してきた。 1967年、多層パーセプトロンの確率的勾配効果法を考えて定式化に成功したが、この早すぎた発見は、当時の計算機の能力の低さもあり、検証が難しく、あまり注目されずに終わった。しかし、1986年に、デビッド・ラメルハート、ジェフリー・ヒントン、ロナルド・ J ・ウィリアムスが、この方法を再発見し、 誤差逆電波法として発表したことで、ニューラルネットワーク研究の第二次ブームへとつながっている。公賠消失問題などの技術的困難があり、この第二次ブームは終焉を迎えたが、その後のディープラーニングブームへと続く石杖にもなった。また、あまりは微分幾何学を用いて確率分布を分析し、統計学と純粋数学を融合させた分野である。 情報機科学を創始した。統計学者たちからは、数学色が強いために敬遠され、数学者たちからは、議論が厳密ではない点を批判され、なかなか認められなかった。一方で、ディープラーニングは一定の成功を収めたものの、理論的裏付きに乏しく、ブラックボックスとも言われ、成功例と失敗例の違いを説明することは、難しかった。しかし、 情報機科学はその違いを説明できる理論体系の一つでもあったことから次第に注目を集めていった。学生時代は反戦運動に参加し学生自治会の委員長も務めた。イコア六6段。ありがとうございます。